者ラノベ文庫お邪魔女ドレミ17第3巻に再びドラマ CD 限定版がつくことになりました。イエーイ！はい、こちらの発売は2014年2月28日です。おー。はい。最終日だ。最終日だね。2月の最終日です。はい。で、今ちょうど本編撮り終わったところでございます、うん、はい、ほやほやです。ほやほやです。お疲れ様でした。お疲れ様です。なので、うん、忘れる前に感想を、うん、一人一人聞いちゃおうかなと思います。なるほど、ね、はい、なのでじゃあまずあきやちゃんから。はい、今回も新たな展開がいろいろあって、すごい皆さんの期待を裏切らないドレミの世界観がちゃんと出せてると思います。楽しみにしててください。はい、じゃあ次はゆきちゃん。はい、愛子役の松岡ゆきです。いやー、うまいこと言ったね、内容にあえて触れずに。そうなんですよね、今回は、さらに前回からの続き、前回で、この先どうなんの？と思った人たちはもう待ちに待ってたドラマ CD になってると思います。愛子も大変なことになっちゃっておりますが、そしてさらにさらに、うん、花ちゃんの登場でワクワクドキドキです。キュンとするところもあるので楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、じゃあ次はルンルン。はいはい、瀬川音符役のシシドルミです。今回はですね、私の大好きな国ボンジューが出てきたりですね、ついに音符ちゃんがっていう感じなんですけれども、花ちゃんも登場しましたね。はい、もうワクワクドキドキの世界がね、本当にこれはね、きっとまた売り切れちゃうかもしれないので予約をしてください。はいはい、次はナミちゃん。はい、とりあえずですね、今回桃子は喋ってます。たくさん出てます。前回は本当に出番がなかったので、こうなんて言ったらいいかちょっとよくわかん、うんとか言いながら出てないなーとかってちょっと思ってたんですけど、いや実は今回はすごい出ていて、私もやっとお邪魔女のメンバーに戻ったなっていう感じがして楽しませてもらいました。みんなも楽しんでください。はい、じゃあ次は大谷さん。はい、牧畑山花ちゃんの大谷育恵です。私は前回は出てないので、何っていう謎解きみたいなことで。ね、続きということで本編ではそういうのがあったんですけれども、今回皆さんのテーマは花ちゃんを探せ。はい、どこに出てるかなっていう感じで、まあ楽しみにしてくださったら嬉しいです。面白くなってると思います。だって久しぶりだったから懐かしくて、でも年齢上がってるから聞こえるかなってすごい不思議だったんだけど、久しぶりにみんなに会えて、みんなもちゃんとそれぞれのキャラクターをそのままちゃんと成長させることができてて、いやー素晴らしかったです。楽しかったです。ありがとうございました。皆さんも楽しんでください。ありがとうございます。はい、春風ドレミ役千葉ジェイミーです。やっと2本目 CD ドラマ2本目にして魔法堂全員が揃いました。うん、うん、はい、もうね、よく言われたんです、花ちゃんは花ちゃんは花ちゃんはと。はい、なので、ね、今回花ちゃん大活躍。言っちゃった。言っちゃったから、ね、はい、もうほんともうあれも聞けるし、もうほんと楽しみにしてほしいなと思います。というわけで、はい、見どころのポイント、はい、内容は触れちゃダメです。難しい。内容触れないで見どころのポイントを、ある？でもさ、懐かしいキャラクター出てくるよね。うん、懐かしいキャラ、階層部分？階層部分じゃなくて、ほら、偉い人。偉い人。偉い人出る出る。偉い人。ほんと久しぶりの偉い人。あ、久しぶりなんだ。偉い人前回出てない？あれ？出てたんじゃない？ほんと？あ、出てたみたい。ほら、私出てないからよくわかってないんだよ。偉い人いっぱい喋ってた。そうそう、偉い人いっぱい喋ってる。それは嘘じゃないね。
まあ、でも、イクエさんさっき、ハナちゃんを探せーって言っちゃったから、ハナちゃん探す話ですよ。もうしょうがない、そこ言っちゃったから。ハナちゃんがどこに出てるかなって。あ、なるほど、ね。そういう、あの、うん、この間のももちゃんと同じ扱いかもしれないみたいな。あぶり出しみたいな感じです、ね。そうそう、あぶり出し。よく聞いてないとね。前回のももこはね、かなり難しいです。マジで探すの。かなりレベル高かったですからね。そうなんだ。途中まで聞いて戻ったって、うん、あれってなるんだよ。うん、出てないからなかなか、ね。でもね、あのね、スタッフさんがね、セリフを足してくれたんだよ、あの後。あ、そうなんだ。かわいそうだからって。そっか。そうだったんだ。増えてたんだ。そうそう、今回見どころというか聞きどころ、うん、みんなの呪文が久しぶりに聞けてすごい嬉しかった。そうだよね。そうだね。ね、なんか今まであった呪文で、うん、あ、マジカルステージないのかなって思ったら、うん、それらしいこともあったりね。うん、ちょっとごまかしたでしょ。ポイントですね。ありますよ、マジカルステージあるんです。とりあえずこれ16の方のお話にこう沿って今んとこ来てるんですが、今16が3冊、17が2冊出てるんですが、今後、はい、どんな話になると思いますか。どんな話、きっとこれを参考にね書きます。マジで、いや、言いたい放題ってことなんじゃないですか。言ったもん勝ちですよ、ね、そりゃあんなことやこんなことですか。もうあの願望言っといた方がいいと思います。アニメ、あ、ちょっと待って、そっち、そっち、ストーリー、ストーリーじゃなくて、ごめんごめん、それみんなが思ってる、聞いてる人もみんなが思ってる、そうだよね。じゃあ今度社会に出てこうよ。うん、そうだよね。あの就職どんなことになるかなって。あ、大学行かないの？大学も行っとこうか。二足のわらじで。あの、まだ報道は仕事だけどね。うん、あ、そっかそっか。一気に年取っちゃうとあっという間にストーリーが進みすぎるので、じわじわ行きませんか？そうだ。そうだよ。ちょっとじわじわ。あ、じゃあもう高校生で止まっちゃおうよ。あ、17歳で止まっちゃおうよ。そうか。そうすると17歳で戦えることに。何と17歳？戦いたい。永遠の17歳で。戦ってないね、もうお邪魔じゃわ。戦ってないよ、ね、で人をつける人。もう今度は戦いたい。あ、戦う。いいですね。ここと、ね、ね。まあね、それなの戦わせるのお得意じゃないですかね。正義の味方としてね。ね、はい。戦隊ものとしてやっていきます。戦隊ものいいですね。あ、ジョブじゃなくなっても戦隊ものとしてやっていきます。こう外伝みたいな感じでね。あ、スピンオフ、うん、外伝、うん、あ、外伝わかんない。あ、ちょっと教えてあげて、ももちゃんに外伝教えてあげて。じゃあ皆さんお便りください。はい、ということでですね、こちらのドラマ CD 限定版、ゲーって言ったね。ゲーって言っちゃいました。すみません。限定版ですね。予約。はい。これ予約があるみたいです。あ、そう、前回完売だったんでしょ？そうなんですよ、完売。だから、みんな予約しなきゃダメだよ、売り切れるよ。そう、だから完売した後の、うん、が、値段がうんって上がったみたいですよ。うんってなって、うんってなって。なので、早めに予約しとくがいいぞ、ということで、その予約の締め切りですが、2014年の1月10日です。お、ちょっと早いんだよね。お正月明けだね。うん。もうお年玉いっぱいもらってるでしょ？払っちゃった？どっち？年代で分かれると思うけど。はい。書店、ネット書店などでお申し込みくださいと書いてあります。はい。はい。で、本体税込み価格が2480円ぐらいと書いてあります。ぐらい。はい。それぐらいになるので。うん。何聞く用だっけ、聞く用、見る用ってあるんだっけ、人に貸す用ってやつ。ああ、そうなんね。そういう。っていうのでもいいし。あと保存用でしょ。あ、それ、いやいや、一人一個でいいから大切に聞こうよ。じゃあ家族。いやらしいよ。お金の話になるね。なんで、なんで私。はい、この、CD ドラマ第2弾があったのは前回完売したからです。です。皆さんのおかげでーす。ありがとうございます。3段目があるとしたら、やっぱり完売しないといけないのかな。いけない。それも皆さんのおかげで。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでまとまった
と思います。はい。うん、ここでじゃあ終わりにしようかと思います。はい。最後、せっかくなので、ハッピーラッキーみんなに届け、OK、これみんなで言ってみたりなんかしませんか？ああ。はい。ナミちゃん大丈夫、はい、ハッピーラッキーみんなに届け、はい。はい。じゃあいきますよ、はい、せー